どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京グルリインボーク、ジャック3ということで、ガシャの方に、南さんが来てますね。プレミアムガシャ、欲望じゃねえ、戦望と、象ということで、まあ、ステップアップガシャなんですが、どうしようかな、これ。ちょっとあれですね、連続で引く必要はないですね、これ。ということで、単発で10回引いていきたいと思います。ステップ1。ステップ、あ、でもそうか。いや、でも最終ステップまで行く気はないので、はい。とりあえず、単発でいきます。10回ね。お、待って、しくったんだけど、うわ。待って、今単発何個になってた？単発5個だよな。待って、これ、まさかさ、ステップアップってことは、これ、ワンステップ目30じゃないの？うわ、しくったな。いや、これ、やらかしおじさんだな、これ。久々にやらかしおじさん。これ、5減るだろ。1回だったら。わ、そっか。ちょっとこれ、あれですね。1回、石5個貯め直してきますわ。よっしゃ、石溜め直してきたぜということで、あれさっきから数時間経ってるはずなんだけど、なんかだいぶ、あれ俺の携帯の、今さ、夜中の1時半なんだけど、携帯23時46分っておかしいな。まあいいや、これは出るんじゃないですかね。どれだっけ？これか、充電いきましょう。やっぱこのスキル、ボイス欲しいよな、普通に。んーとせーい戦法と像。なんか今までこんな名前ついてたっけ、ガシャに。ついてたのかもしれないけど、俺が見落としてるだけかな。あ、これは SR じゃないのか。まあ。はい、ということで、まあ、ステップ1だし、まあ、ジャックはね、結局、別に弱くはないんだけど、そのジャックっていうグループでこれ以上キャラが出ないと思うんで、 SSR で固めたりすることはできないから、どうなんだろうな。まあ、ごとつしてなんぼのゲームだし、ちょっときついんじゃないかな。もう分かんないですけど、まあ、ジャック当てた方はフルパ組んでね、ジャックで、使ってみてあげてください。というわけで、お疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。